俳優柳楽優弥が8月29日から全国放映される NTT ドコモのドコモ校のキャンペーン開始に伴う新テレビ CM ドコモ校10ギガ柳楽の語り篇に出演する。新 CM ではゆるい BGM が流れる中、部屋のソファーに座る柳楽が視聴者に向かって YouTuber のようにどうもと挨拶しながら登場。YouTuber の演出でよく行われる大きな文字とカメラのズームで、これがド速いド速いと音感と回線の速さの魅力を視聴者に伝える。インタビューでは同 CM に出演した感想を聞かれると、 YouTuber のようなキャラクターといいますか、短い15秒の中にいろいろな10ギガの魅力をしっかりと詰め込んだセリフがちゃんと言えて皆さんに届けられたらいいなと思っていますと語り、今手元にワンコイン500円を何でも使っていいとしたらどうしますかという質問には、ちょっとだけハッピーになる感じが意外とそのワンコインの中に使い方次第であるっていう風に感じるので、端子を上端子にしますと話していた。